こんばんは。2023年、5月24日、佐藤修一で、ございます。非正規ね、公務員の問題、特に、の問題もね、今日のね、NHK の朝一に、ね、大変すごくね、取り上げて、くださいました。本当ね、なぜ私たちは非正規雇用の悩みということでね、今朝、5月24日のね、朝一、放送がされたわけですけどね。まあ、その中でね、実際の非正規公務員、まあ、いわゆるね、いわゆる非正規公務員ですね。いわゆる非正規公務員、まあ、会計年度任用職員ですよね。年度任用職員のね、問題もね、しっかりとね、取り上げて、くださいました。まあ、4割ね、62万人がね、非正規の公務員です。実態で働いてるうち。NHK さんね、以前から非正規公務員の問題ね、取り上げてくれてましたけどね、もう本当その点非常にね、高くね、評価しています。いろんなところでもね、この朝一反響がね、ありましたね。まあ、本当ね、ゲストとしてね、お笑いコンビね、ガレージセールのゴリさんもね、登場されましてね、結局ね、3年までしかね、上限がないって、ね、まあ、3年で雇い、まあ、雇い止めっていうかね、また公募に応募しなきゃいけないっていうね、状況がね、いろんな自治体であるわけですけどね。本当は法的な根拠はないんだけどね、それはね。まあ、とにかくね、上限があるね、状況の理由がね、わからないんでね。本当に呆れておられましたよね、今の非正規、会計人間の要職員の問題ね。本当人生の、ね、未来の設計ができないじゃないか。上限を決められてると。本当ね、納得ね、がね、いかない様子って、もう本当その通りですよ。ね。こういうね、有名人の方もね、本当に理解いただいてね、こういう問題ね、知っていただいて理解いただけると、本当にね、心強いと思います。本当労働だけの問題じゃなくて、住民サービスをね、維持する上でもね、もう本当にね、例えばね、じゃ少子化対策、少子化対策って言ったってね、じゃ保育園の先生なんかはね、上限でね、もうすぐね、これひどい状況だったりね、あるいは子育て関係の支援のね、専門員になった人がね、本当そういう状況だったらね、少子化対策どころじゃね、ないわけですよね。本当ね、これひどい状況ね、正していかなきゃいけないってことをね、ぜひね、共通了解にね、していくという意味で、本当 NHK がね、取り上げてくれたっていうのはね、非常にね、でっかいことだなというのはね、思います。私もね、自身もね、非正規、労働者のね、労働裁判の支援ずっとね、させていただきました。特に公務関係。本当にね、ここまで来たっていうのはね、本当ね、やっとここをね、皆さんに、理解していただいてね、取り上げられるようになったかということをね、思います。あとやっぱりね、これしっかりね、政治ね、がね、しっかりこれを取り上げてね、政治がね、しっかりね、こういう状況を変えていくと。いうことがね、大事だというのは思いますしね。それからね、労働組合をね、どんどん活用していくっていうね、風潮になっているのもね、これ非常にいいことだと思います。本当ね、しばらく前っていうかね、10年ぐらい前はね、本当労働組合っつったらね、なんか既得権益の権化みたいに言われてね、まあ、ぶったたかれまくられたっていうね、時代あったわけですけどね。今ね、労働組合をね、使ってね、相談してね、ぜひね、改善を勝ち取っていこうっていうね、雰囲気ね、マスコミの方でもね、そういう雰囲気になってきてっていうのはね、非常にね、いいことだなというふうに、ね、思います。私自身がね、広島じ、私自身はね、広島、だから、実労やね、日本自治体労働組合ね、総連合、まあ、実労連にね、相談しましょうって話をね、出て、テロップで出てたそうですけどもね。まあ、広島自治労で、私、佐藤修一もね、ここでね、執行委員をね、させていただいております。ね、ぜひね、広島ではね、上記広島実業で、ね、ここの執行委員私しておりますのでね、ぜひね、私までね、相談いただいたらね、大丈夫です。はい。こういう非正規のね、公務員の問題ね、ぜひね、私までね、ご相談いただければね、本当にね、ぜひね、ご相談にいつでもね、乗せていただきますんでね。
安心してご相談いただければと思います。もちろん秘密厳守ということになりますんでね、本当、一人で悩まずに、私までね、ご相談いただければね、広島実業員としてね、対応するようにね、していきたいと思いますんでね、よろしくお願い申し上げます。それからね、コミュニティはね、地方によってはね、コミュニティユニオン全国ネットワークっていうものね、がね、頼りになる地域もね、あると思います。札幌地域労働組合なんかもね、紹介されてますね。広島ではね、このネットワークにスクラムユニオンね、広島さんもね、加入しております。これ特に外国人労働者の問題なんかね、特に非常に熱心にね、されているところです。本当に民間企業のね、労働問題だったらね、ちょっとしたらこっちの方がね、有利かな、頼りになる部分もあると思いますので、ぜひね、こちら方もね、気軽にご利用ね、いただければというふうに思います。スクラムユニオンね、委員長の方もね、私よく存じておりますんでね、何かあったね、佐藤周一から聞いたというふうにね、もう言っていただいても、構いません。私の名前をね、使っていただいても、構いません。とにかくね、ちょっとね、おかしいなと思ったらね、悩まずに相談いただくのがね、大事だと思います。それとともに、そういうことも通じてね、やっぱり、住民のね、サービスが、守られていくと、いうことがね、やっぱり強調していただきたいしね、NHK の皆様にね、今後とも励んでいただきたいと、いうことをね、お願い申し上げまして、本日ね、終わらせていただきます。本日はね、ありがとうございました。